身長ビヨン、医師学科学生成形科専門医、身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。さてですね、前回のですね、動画で、説明させていただいた通りなんですけど、今回皆さんお楽しみの無料最終身長測の方ですね、させていただきたいと思います。本当にもうこの超大人気シリーズで、僕はですね、一番やりたくない、あるいはですね、もうめちゃくちゃ疲れるので、やりたくないんですけど、少しですね、皆さんにとってハッピーというか、皆さんからですね、嬉しいなとか、そういうふうなですね、感情が生まれるようにですね、頑張ってね、やっていきたいなというふうに考えておりますので、今回はね、もう全力で無料最終身長測の方をやっていきたいと思います。ちょっと余談もね、ちょっとしながら、無料最終身長測は本当にもうただやり方を説明してやってもらってと、いつもね、かなりね、視聴時間がね、短いんですけど、で、ここはですね、見えるかなと思うんですけど、レントゲン室になっていて、こういったところですね、手のレントゲンはですね、こんな感じで撮って、骨端線がですね、あるのかどうかとかですね、後ろのこの機械ですね、骨密度、骨の密度を測ったりすることもできます。それはあまりお子さんはね、やらないんですけど、そういった機会もありますってことですけど。ぐだぐだ言っててもしょうがないので、今回は無料最終身長測の、ルールをね、説明していきたいと思います。まず一番初めはですね、いつも通りなんですけど、私は基本的には無償で、皆さんに少しでも身長にですね、の、お悩みというかですね、楽しんでもらうというか、ね、ハッピーな気持ちになってもらうというのをベースにやっております。なので、強制はしないんですけど、私なので、その努力をですね、買っていただいて、いわゆるですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいというところですね。なので、できればチャンネル登録をお願いします。そして2番目が性別を教えてください。当然なんですけど15歳で150センチだというふうに言われてもそれが女性なのか男性なのかによって全然体重身長は予測が変わってまいります。そして3番目ですね。3番目はですね、最も重要な項目、前回の動画でも一緒にですね、共覧したんですけど、表をですね、使って、基本的にはですね、体重身長予測していくんですけども、そのお子様が何歳、何ヶ月、何センチなのかっていうのが大事になってきます。例えばですけど、15歳で170センチですっていうふうに言われてますよ。15歳で0ヶ月で170センチだと、15歳で11ヶ月で170センチだと、大きく異なりますので、その点は十分注意してください。あとですね、よくある間違いとしては、小6のですね、11月の時の計測ですみたいなね、ことをね、言われてもね、何月生まれか分からないし、あとそもそもですね、今回も200人をね、超えてくるようなペースで応募があると思うんですけど、それをですね、私がちょっと申し訳ないんだけど、一人一人ですね、何歳何ヶ月だから、この人は何ヶ月の時のデータだからとかっていうのは、ちょっと正直面倒くさくてできないので、最初にですね、ご協力いただいて、何歳何ヶ月、何センチかのデータをですね、しっかり書いてください。で、いつもね、3年以上書いてほしいというふうにお伝えしてるんですけども、そのデータが多ければ多いほどいいです。で、あとは、あまり細かいデータじゃなくてもいいです。例えばですけども、5歳3ヶ月、5歳6ヶ月、5歳9ヶ月みたいな、そんな感じで書かなくてもいいです。大体1年おきぐらいでいいので、書いていっていい。直近に関して言うと、3ヶ月おきのですね、データが、2、3、ポンポンポンであってですね、より一層正確に予測できるんですけども、基本的にはですね、長期的なデータがあれば十分です。そしてですね、次が、早熟なのか、晩熟なのか。難しいんですけども、簡単に言うと、成長が早いのか遅いのかってですね、そういったのが、記載があれば、参考にさせていただきたいと思います。なかなかね、早熟なのか、晩熟なのか、非常に難しくてですね、評価が本当に難しいんですけど、分かる範囲で、いいですので、書いていただければと思います。そして、ご両親のですね、身長ですね。ご両親の身長は、お父様とお母様の身長。で、お父さんとお母さんの身長が影響をですね、非常に多く考えられるのは、基本的にはやっぱり思春期前ぐらいかなっていうのはね、ところもあるんですけども、思春期入ってからお子さんですね、そういったお父さんとお母さんから計算されるですね、私は遺伝身長ってね、単語を使ってます。結構遺伝身長って単語がね、私のこの YouTube 動画内ではですね、結構定番の単語になりつつありますけど、それで遺伝身長をもとにですね、お子様の最終身長を決めていきますので、そういったところで、記載をお願いします。そして最後にね、キーワードの方ですね、キーワードどうしようかな。どうしよう。あとはね、キーワードもそうなんだけど、本当は、無料最終身長予測は、今後もね、こんな感じずっとやっていくつもりなので、何かこうね、ゲーム的な要素があると、より一層皆さんがですね、楽しんでいただけるのかなと。例えば、すごい辛いラーメンを食べるとかね、カップラーメン、ね、そういうのを食べて、そのリアクションを皆さんに楽しんでいただくとか。そういったのもね、いいかなと思いますので、ちょっとじゃあ、今日は、無料最終身長最後ね、
一言のコメントのところなんだけど、無料接種身長予測で身長先生にやってほしいこと、まあ、例えば激辛ラーメン食べるとか、あとメントスコーラとか、両方も全然やったことないですし、まあ、お医者さんなので節度がね問われたりもするんですけど、まあ、高須先生とかねやってらっしゃるので、まあ、負けずにですね、ちょっとです、ね、皆さんに楽しんでもらえるのでそういったのもやりたいと思うので、最後ですね、まあ、新庄先生に何かやってほしい、まあ、面白いことをですね、皆さんの方で記載いただければと思います。それでは、まあ、復習ですね、まず最初はチャンネル登録ね、優しさの効果ですね、私の優しさと皆さんの優しさね、まあ、チャンネル登録という形と私のですね、まあ、そういった計算の労力をですね交換させていただければと思います。そして2番目は、性別ですね、男性なのか女性なのか、そして成長の記録、成長記録に関しては、まあ、できるだけ多く3年4年5年以上ですね、まあ、あればあるだけですね、より正確にデータを出すことができます。あとはね、早熟か晩熟なのか、そして、まあ、ご両親の身長、まあ、そういったところを書いていただいて、一番最後ですね、まあ、新庄先生にやってほしい裏新庄先生企画っていうといいかな、なんかね、そういったのやってみたいなと思います。うん、まあ、僕の場合ですと、まあ、そういうあまり面白おかしくすぎるチャンネルするつもりはないので、まあ、最初ちょっとコミュニティとかでね、ちょっとちっちゃいところでね、そういう動画を、ね、配信してみて、皆さんのリアクションをね、見ながらね、検討していきたいかなと思うんですけどね。はい、以上になります。それではね、まあ、たくさんね、ご応募お待ちしております。あとは、締め切り日時か。締め切り日時はね、いつも通り概要欄の方に書いておきます。それではね、またよろしくお願いします。新庄ビヨーン。バイバーイ。